阪神タイガース青柳紅葉、回ってきたんで、最後、しっかりやるだけかなと思います。自分のピッチングがしっかりできたら、結果はついてくると思うんで、日本シリーズ第7戦へ全力投球を誓う。マジ頼むぞ、38年ぶりが君にかかっている。明日素晴らしいピッチング披露したら今年1年間のことはみんな忘れると思う。本当かな、ここまで選手に言わせておいて明日の先発左とかだったら笑うけど。頼んだ、初回リズムよくいけたら大丈夫よ。試合を制圧するか、ぶっ壊すのか究極の二択やな。八木さんから今年のシーズンは始まったんやから最後きっちり締めてくれ。この場面で最高の投球ができてこそのエースや。最後手のひらねじり倒されるくらいナイスピッチしてくれ。頑張ってくれ青柳さん、今のキャッチャーは坂本さんだし、初回から思い切っていけばいける。青柳なら大丈夫。頑張れエース。ほんまに青柳さん頼んます。チームを38年ぶりの歓喜へ導いてください。接骨院の予約はしてある。安心して手のひらちぎれるレベルで手のひら返しさせてくれ。本当に頼む。全国の阪神ファンを見返してやれ。日本一のラストピース。信じてます。後のことは考えずに初回から全開で行ってほしい。なんか見れん気がする。怖い。いやなんか、言ってることは一流選手なんだけど、今年に限っては違うからな。自分のピッチングできたら、って、3失点でも自分のピッチングだしな。期待できないけどするしかないんだよな。激狭ゾーンで青柳って、試合終わらんぞ。今年1年できなかった自分のピッチングを日本シリーズでやれたらすごいわ。今しっかりやるのは当たり前。当たり前なことずっと言うとうだけじゃまたいつもと同じ結果になるだけや。はよ気づけよ。どうせ2回くらいにボコボコ打たれて終戦するわ。もう見やんでもわかるもん。ここで青柳に回ってくるとはな。頼む覚醒してくれ。青柳から始まり、青柳で終わるんか。